そ。どうもレマルです。はい、ということでサムネイルとタイトルにあります通り、ダブル欅フェス2022振り替公演がね、明日19日22日にね行われるんですけど、桜坂のね公演がね7月のコニファーフォレストで行われるダブル欅フェスで、桜坂のねメンバーたちがコロナになっちゃって公演が中止になったんですけど、なんと8月に振り替、明日明後日19、20と開催されるということで、レマルね19日はねたまたま仕事休みやったから、まあ、行けるってなってたんですよ。でレンタカーも借りましてですね、友達と行くってなっててんけど、まあ昨日おとといにですねちょっとはいお仕事がね入ってしまいましてですね、入ってしまったというか、まあレマルねコロナにねこの前までなってたんですけど、まあお店のね、子がね、お店の働いてくれてる子がまあ濃厚接触者とかコロナとかになっちゃいましてですね、まあ僕の休みだった19日がですね大変欠員になっちゃいまして、どうしても、僕がいないと営業ができないということで、はい、お仕事をさせていただきます。まあ社会人つらいですね。まあしゃあないんで、本当にまあ僕もね助けてもらってたんで、コロナの期間ねお店のこと助けてもらってたんで、次はね僕も助けたいっていう気持ちでまあ仕事を入るとなりまして、まあ、勇気のある出品、こちらですね、勇気の春出品をしました。なので僕はねダブルKFフェス2022振り替公演明日、行きません、行くって言ってたんですけど行きません、仕方がないね、うん、社会人なんで仕方がないんですけど、まあ東京ドーム、桜坂の東京ドーム当たってるんですけど、それはねもうぜひね、ぜひというかもう何としても仕事休む勢いでもまあ行くんですけど、まあ今回は仕方が、もう元々ねもうないと思ってたんで、振り替自体もうないって思ってたから、うん、いいんだよ、いいんだもう、ということで、明日、明後日行かれる方ですね、ぜひ、僕の分まで楽しんでください。まあ、友達にもね、申し訳ない。僕がレンタカー借りて大阪から行くってなってたんで、はい、友達にもね、夜行バス取ってもらったりとかして、まあ、友達にも迷惑かかってるんですけど、家友の皆さん、家友の皆さんというか、家友、申し訳ございません。ということで、まあまあまあ、行かれる方、本当に楽しんでください。まあ、ロッキンも中止になって、でまあいろいろね桜坂のライブが中止って続いてて、やっと自分たちの公演ができるということで、まあ、気合十分だと思うので皆さんねそれ感じてきてください。20日は配信に関しては見ます。20日は配信見れるので、ギリギリ仕事終わる時間と、公演が始まる時間がもうぴったし一緒なので、まあ、最初のおばあちゃんぐらいは見れないと思うんですけど、まあ見れるので、オゼとね、あちゃんの卒セレも明日明後日か20日みたいなと思います。今の時間がですね、まあ8月18日の朝、仕事を今から行くんですけど朝に撮ってるので、はい、うんって感じです。ということでまあね、ちょっと尺もありなんで、先月のね欅フェスで、まあ、CD レイマルめっちゃ買ったんですけど、その中からで開封してないのがねまだあったんで、仕方の CD の生主に開封してまあおしゃべりしながらまあフェードアウトしようかなと思います。はい、ということでここからねノーカットノー編集でございます。席したらごめんなさい。ということでちょっと開けていきましょう。いやー、みんな行く方はね本当に気をつけていってね。まあまあ逆にまあ正直悲しいけどね、まあ、そもそも休みの日なんですよ。なのでそもそもライブ動向とかじゃなくて、そもそもお休みの日がまあコロナでめちゃめちゃ休んじゃったから、まあ、有給とかの関係で全然休みが減るとかはねないねんけど、そもそもの休みの日、別に希望給とかではなくて、たまたま僕が休みの日に振り替公演が被っただけなんで、もともとの希望給ではないんですけど、もともとねお仕事が休みの日で遊ぶっていう日に遊べなくなるっていうのがまあ悲しいね。ライブ同行ではなく、休みの日が休みじゃなくなるっていうのがまあシンプル悲しいね。まあ仕方がないんですけどね、僕一人で仕事やってるわけじゃないんで、はい、まあ僕の代わりをねみんな務めてくれたっていうのもあるし、今回ね僕が助けたいって思いで、まあまあまあ今回ねお仕事行くんですけど、まあ仕方がない、まあ、飲食店だしね、まあね仕方がない。全然まだ現実を受け止めきれてないというね。いやー、イケスや行く予定やったのにな、もう一回なとか思いながらも、まあまあ家友がその分楽しんでくれるでしょうということで、いやー、まあまあまあ、まあツアー当たってるしね。桜坂も日向坂もツアー当たってるし、うん。まあ今、シュート調整中、9月のね、来月のシュートを作ってんねんけど、まあちょっとね、まあ僕、大阪とか当たったんですけど、ちょっと全部はいけなさそうなんですけど、大阪の、公演は、
まあまあいけそうかな、1日どっちかはいけそうかな、両方2連休っていうわけにはいかないんですけど、ということでちょっと開封していきましょう。シカタン、俺シカタンの CD 買ってなくて、全然、これ個人 PV のやつやんな、シカタンって。そうやね、俺こちら個人 PV のあのシカタンなので、これ買ってなかったんよね、今更なんですけど。ということで開封していきます。いただきます。はい、トシちゃんのカバ、せーの、おい、お、ミーパン、これ生写真ミーパン当たる率めっちゃ高いかもしらん。ミーパン、イエー。いや本当に、まあお仕事なんで仕方がないんですね、このスペイベ券とかも使えないんですけどね。はい、まあまあまあ、そうだから、まあ仕方がない、まあ仕方がないと言いつつも全然仕方がなくないんですけども、まあまあまあ仕方がないんですよね。ってことで、B タイプ、わかんない、タイプはわかんないですけど、続きましていきましょう。ミーパン巨構お手芸。いやー、でも摩擦ケース、まあツアーでツアーの曲、あのアルバム曲やると思うんで、まあ、摩擦ケースぐらいじゃないかな、披露するのは、あのアルバム曲の新曲。せーの、おい、このちゃん、なんかこのちゃん出る気がした。このちゃんでございます。いいね、ちょっと前の CD 買うのもいいね。これはタイプ D。 いやー、でも生で見たかったな。いや僕のね、チケット取り出したんですけど、僕の C27 ブロック、まあ、端っこのブロックやったんですけど、まあ、トロッコ来たらワンチャンめっちゃ近いかなみたいなぐらいなんで、僕 C27 の、リスナーの方いましたら、多分僕のチケットかもしれない、チケット取りやってた人は僕のチケットかもしれない。はい、今せーの、おい、おニブちゃん、かわいい、ニブちゃんです。そう、いやー行きたかったな。でも桜坂、まあ、欅坂の頃からそうやけど、富士急で行われる、まあ、2017の欅共和国はまだ令和が、めちゃめちゃ欅坂を好きやったわけじゃないから行けてないけど、2018、2019と共和国行って、2021の欅フェスも行って、まあ今年もね、まあ、日向坂の方は行ったんですけど、桜坂欅坂の方を見ないっていう今年は初めてなので、まあそれはちょっと悲しいですね、やっぱ1年に1回のライブなんで悲しいけど、まあ仕方がない。今せーの、はい、フィー、マーフィー。そう、今ウェハース、みんなのローソンコラボが始まってんだけど、ウェハース僕の地元にはありません。あ、ウェハース恵んでください、ウェハースのカード恵んでください。ウェハース売ってへんのよね、一番くじは売っててんけどね、日向坂の。いやちょっと僕の地域、僕の地元多いんかな、あのファンの方もなんかないんですよね。ということでこの3、4枚かな、当たりました。まあまあ仕方がないですね。もうな、もうどう言おうが何と言おうがもう仕方がないんで、もう開き直るしかないんですけどね。あ、僕はこういうね、ちゃんとケース取っていくタイプなんで、個人 PV ってことは俺見てないってことやから見ないとあかんな。だからまあ明日、明後日ね、本当にもう今日、前日か、これの動画投稿されてるのが多分今日の18時だと思うので、まあ今日久々に配信しますか。ね。わかんないけど。もし配信したらよろしくお願いします。いやもうつらたんだ、本当にね。もうめちゃめちゃつらーい。まあでもツアーはもうぜひね、もう全日程とは言わずとも、今当たってる日向坂の愛知は絶対行きたいし、日向坂の神戸当たってないんで、日向坂の愛知は行きたいし、桜坂も愛知は10月なんで、まだシュートは関係ないんですけど、9月のライブは全部行きたいなって思ってます。大阪の2日間当たってんねんけど、どっちかね。どっちか行きたいなと思います。まあ、エイリーイベントも被ってるので、ちょっとシュート調整中なんですけど、まあシュート作ってんねんけど、僕がエイリーイベントを走れるようなシュートにするつもりなんで、まあできる限りね、するつもりなんで、まあまあまあよろしくお願いしますって感じですね。楽しみが1個減ったっていうのは悲しいなとは思いますけど、まあ仕方がないんでね、僕のご好意でもあるんで、もういやいや入ってる、まあ、いやいや入ってるわけじゃないんで、助けてもらったから助けたいというこの善意な気持ちというか、本当に、うん、なんかね、助けてもらったのに助けず楽しんでいいんかな、自分だけ楽しんでいいんかなっていうね、優しすぎるかもしれないけど、わかんないけど、うん、まあ自分だけ楽しむのもなんか違うなと思ったから、うん、これは善意でね、お店を助けようということで入ったんで、全然後悔はないです。逆に言えば交通費往復2万ぐらいするのかな、車で行ったら2万ぐらいと、
チケット代1万、まあ8000ぐらいかな、8000ちょい戻ってくるので、まあ2万8000ぐらい、まあ、約3万浮くっていうことで、まあ違うね、お金の使い道ができるから、まあいいんですけどね、ということで、でも本日はちょっと悲しみの報告でございました。行かれる方は楽しんできてください。ということで、本日の動画は以上です。バイバイ。